連続品には序列があります。その序列基準は潜在能力、つまり現時点の強さではなく、全ての力を含めた順位となっています。攻撃力に特化したもの、守備力に特化したもの、能力に特化したもの、そしてそれら全てを持ち合わせたもの、これら全ての総合力で専属品内の強さ序列が決まっています。そう、それはもうほぼどうしようもないレベルの序列なのです。ですが私白、そんなことで努力を怠ったりしません。今日も一日、皆さんに追いつき追い越せるように頑張るのです。私の序列は9位。おかしい。もっとできるはずなのに。今の私たちが潜在能力を上げるためにはパト君と濃厚接触をするしかない。でもそれで上げれるのはステータス値とか能力の威力の上限値くらいだから。ぶっちゃけ今強くなるなら結局自身のトレーニングしか方法がない。でもパト君も帝国に来てすっごく多忙になってる。しかも専属品も10人、倍率が以前より倍高い。あの最強の破壊神とメリアちゃんからお墨付きをもらってるソルテ様でも7位なんだよね。はぁ、あ、壁が高いよ。はく、起きたの。あと2時間でパト様の勉強が終わるからもう少しゆっくりしてていいわよ。うん。ソフィアはいいよね。発育がいいから羨ましいよ。ふふん、でしょでしょ。専属品の中では一番お胸も大きいんだから。私、セッカ様と同じくらい小さい。はくちゃーん、こんなところでどうしたの？ラル様は普段から特訓とかしているのですか？そんなのやったことないわよ。だって勝手に周りがやられるんですもの。さすが神王。さて、今日は運動しましょう。ことかちゃんは今からどんどん体力つけていかないとだからね。あの、せめて運動場一周からお願いします。いきなりはちょっと。仕方ないわね。それじゃあ今日は運動場一周でいいわ。行きましょう。そういえば運動場一周どれくらいなんですか？だいたい20キロかな。いやあ。しかもわざと勾配をいろいろいじってるからかなり過酷だよ。いやあ。今はことかちゃんも運動始めてるけど、何十年も経ったら私なんかどんなに努力しても勝てなくなるんだろうか。はぁ、あ、辛いな。あぁ、帝国に到着したのね。はく、起きてる。帝国に到着したから降りるわよ。はい、せっか様はこの後どうするの？今日はメリアちゃんのところに行ってからパトのところに行こうと思ってるから先に行ってて。はい、それじゃあ私は先に玉座に行ってますね。せっか様はいいよな。序列3位。しかもそれを見越して先行隊の総長。この先もきっとせっか様はずっと高い地位にいるんだろうな。せっか様とラル様はパト君の側近確定枠だからこの2人が絶対に側近から外れることはないらしいし。メリアちゃんは全てにおいて一番だからパト君の代理から私たちのリーダーとしてもかなり優秀。正直、私が勝てる要素が見当たらないんだよね。何か私だけの役割って欲しいよね。そうすれば自分にも多少自信が持てるんだけど。琥珀が目の前にいるから、きつねうどん、なんちゃってー。大変。月下半、わいわわいわ。行月はうさぎだから、月見うどん、なんちゃってー。はっはー、月見うどんか、月下半はうまいなー。うまいうどんだけにってかー。はっ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 は。なんや、このドスベリ漫才。月下ちゃん、疲れてるんだなー。あ、はくちゃんやっぱろー。専属新序列10位の月下ちゃんだよー。ねえ月下ちゃん、大丈夫。ん、どうかした？いや、キャラ崩壊してるから。専属新ナンバーも10、序列も10、普段は激務、こりゃあたまらんなぁ。私より過酷な人もいるんだなぁ。まあまあ、ハクちゃんも一緒にうどん食べましょうよ。あれ、うどんは、うどん、そんなものここにはなかったよ。行月が持って行きよったよ。あの調子うさぎがぁ。行月愛護団体もびっくりなあんなことやこんなことしてやる。毛づくろいか、行月毛づくろい嫌いだからねー。ねえねえ月下半、その次は私でもいいかねえ。琥珀は黙って見てた罰としてなし。そんな絶賞なー。月下ちゃんは潜在能力が低くてもその分吸気神事による恩恵が強いからなー。私にはない強さを持ってるから羨ましいよ。あれ、あそこにいるのってパト君。帝王様ー、どこに行かれたのですかー。帰ってきてくれないかソルテ様に怒られてしまいますー。誰が戻るかあんな場所。俺は今日からボールと友達になるんだ。勉強が嫌で抜け出してきたんだね。パト君こんなところで何してるの？僕、パトじゃない。キャプテンパトだ。それは殺人芸の方だよパト君。スタンドアップ、スタンドアップ、立ち上がりいいよ。それは稲妻の方だよパト君。お、願いタッチ、タッチ、ここにタッチ。
ち。それはもはや違うスポーツだよ、パト君。よし、わかった、ハク、一緒に抜け出そう。え、急すぎて展開がわからないよ。はえー、まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。俺、海賊王になるよ。すでに海賊王よりすごい地位にいるのに。帝国の王は大変だよ。覚えることがあまりにも多すぎてもう毎日頭がパンクしそうだよ。そうだね、私も責務もそうだし、覚えることが多くてすっごく大変。何か悩んでることはない、ハク。あるよ、最近みんなに置いていかれるんじゃないかって焦ってるんだよ。わかるわー、俺なんて主なのに何にもできないからな。でも俺たちの一生ってこれから何千、何万年とあるんでしょ。なら慌てる必要ないんじゃないかな。そうなんだろうけど、でも今みんなに置いていかれるとずっと追いつけない気がして。追いつく必要ないじゃん、適材適所って言葉もあるくらいだし、戦闘力が全てじゃない。ハクが時を支配できるのは誰しもができることじゃない。世界でもかなり少数、重宝される存在だ。そうなんだ。うん、時間を少々いじる程度の能力者なら割といるらしいけど、がっつり時間に干渉できる能力者は稀らしいよ。詳しいんだね、習ったの。ああ、昔は時空支配の能力者をかけて神々の世界戦争が何度か起きたらしいからね。そうなんだ。だから慌てる必要なんてないんだよ。ハクにはハクにしかできないことがある。それは他の専属神ではなし得ないことなんだから。パト君に言われるとなんか自分に自信が出てくるよ。月下だって序列こそ最下位だけど、頭はいいし、吸気紳士たちと協力して月下特有の個性を手に入れてるでしょ。確かにそうだね、あれは本当に強いと思う。ほーら、強月、ブラッシングするからおとなしくねー。ほんの出来心やったんや、月下半堪忍してーな。ねえねえ、私にも、私にも。わっふ、その次は私もやってほしいやつ。はいはい、ちゃんと順番にやってあげるから待ってねー。結果だって、序列こそ3位だけど、まだ序列と実力が見合ってないからってほぼ毎日いろんなところで訓練してるらしいし。結果様はいろんな従属神や配下神からいろんな技術を教わりに行ってるらしいからね。また寝ないうちに強くなってますね。いい傾向です。私は序列3位、先行隊も早朝、だけど全然弱い。早くみんなの期待に応えれるだけ強くならないと。ことかなんて、今まで何もしてこなかったのに序列4位でメリアの補佐だから、それはもうかなり大変だと思うしね。確かにことかちゃんは戦闘も素人、それなのに帝国で覚えることがかなり多くて大変だよね。ファイトー、自分のペースでいいから頑張れー。はいー、頑張りますー。みんなハクと同じように個人個人苦労してる、でもそれは各自の役割のために頑張ってるだけなんだ。俺もそうだしね、俺なんていきなり7強もの上級神以上の女神を従える王だよ。プレッシャーとかで毎日吐きそうだよ、まったく。みんな強さ以前に今の自分の役割を果たそうと必死なんだ。私も今できることを一生懸命頑張るね、パト君。ああ、俺も含めみんな未熟者だ。序列なんて気にせずに自分の長所を互い伸ばせるように頑張ろうよ。うん、じゃあ私戻るね。少しでもハクのためになったかな。あ、いた。あのさ、お勉強サボってー、玉座にも来なくてー。担当だった子が半泣きで私に相談してきたんだけど、なんでお勉強の時間にこんなところにいるのかなー。ああ、死んだわ。ねえ、ソルテ、一緒にここで寝ない？風が気持ちいいよ。心配したんだからー。今度はサボってもいいから私にだけは連絡してー。ごめん。ソルテは潰すタイプ。こういうことだったか。今後は常にソルテをそばに置いておかないとなー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。